どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。日経平均は今日で7日続進、この間、1686円、5.8%も上昇しています。さすがにスピード違反の感じもしてきますが、まあ、なかなか崩れてきません。21年9月の高値を抜いたりとか、あと NT 倍率も急騰したりとか、まあね、結構重要な節目を抜けてきたことで、来週以降どうなるか、今日はそう こ,こを中心に見ています G7 そしてアメリカの S q 通過後に状況は変わるのかどうか是非最後までご覧くださいそれでは早速5月22日日経225オプション考察始めていきましょう はい。それでは5月19日の蕎麦外境からです。日経平均3808円、234円高、プラス0.77%、トピックス2161.69でプス、プラス3.84、プラス0.18%ということで、今日も日経平均ね、ちょっと指数主導かなという感じですね、えー。日経平均が大きく上がる一方で、トピックスはアップアップになってきてる感じもします。えー、そしてマザーズは、まあ、ああの、 切り返してきましたね。747.55で、プラス8.55、プラス1.16%となっていますえ。次に売買代金ですけれども、プライムが3兆4097億円ということで、今日も3兆円超え。まあ、しっかりとね、できたかも。できての上昇ということになっています。えスタンダードが1638億円、グロースが1559億円となっていますえ。次に恐怖指数ですけれども、アメリカのビックスがまた16を割,割り込んできています。昨日16.79でしたからね。 0.8ぐらい、また下がってきて、楽観に切り替わっていると、そして日経平均 VI は、さすがに今日は234円高ですけれども、まあ、少しだけ、ね、ボラティリティは下がっての20.79と、まあ、ただ、一時22を超えたというところで、今日ちょっとね、ニュースというか、ヘッドラインにもなってたぐらいなので、まあ、あの上昇の、ね、勢いがそれだけ強いということで、株が上がって恐怖指数が上がるという、まあ、もちろんね、プットの買いを準備しているという のも増えてきてきるんだと思いいまますが、まあ,あまりねこういう形はない、ととといいいいいうぐらいやははりちょっっ珍し合になってると思います、はい、それではまたライブのお知らせです。5月20日土曜日21時からいつものようにライブを行います。すでにコミュニティ欄の方にね、あの質問とか、まあ、枠を作ってあります。何か明日の話題ありましたら何でもいいのでね、書いておいていただければ助かります。え事前に答えられる質問であれば 書いておいていただければね、あの質問、答えを準備してライブの方を望みますので、ぜひよろしくお願いします。20日21時からお時間のある方ぜひお待ちしております。 はい。それではここからはチャートの方を見ていきたいと思いますえ。日経平均の冷やし、今日も強かったんですが、形的にはこれ陰線なんですね。上髭も下髭もつけて、まあよくね、下から切り返した気はしますが、まあやっぱりちょっとね、陰線っていうのが、まあこの時もそうですよね。はい。かなり上昇してきているところで、十字の陰線が出てくると、まあ少しね、警戒をしないといけないかなと。まあ、あの、かなり今ね、あの、ムードというか、個人投資家のマインドもですね、もうなんかイケイケどんどんになってきているので、 ツイッターなんか見ててもね、はいあの、そういう感じがすごくしてきているので、まあ、ちょっとこのローソク足の形とともに、さすがに少し、ね、スピード違反なところがありますから、まあね、週明け、えっ、ー、と、 こう急とといいううこににならならように、まあ、ちょっと今回はね本当にあの非常に腰が入ったというか、まあ、日本市場そのものの見方が変わってきた可能性があるので、まあ、単純にここからもう一回ね急落というようなことは起こりづらいかもしれませんがさすがにこの形で、えっと、この天井圏でねあの陰線十字。 引いてくると、まあ、一旦何らかのヘッドラインでしたということが起こるので、まあ、少しね、警戒をしておかないといけない。まあ、あの移動平均線がついてくれば安心なので、あの急落、あの上昇しなくてもね。この辺りで、まあ、三万円よりも上、もっといった三万五百円よりも上で、まあ、まあ、ね、こう横ばいで踏ん張れば、もう一段高ということはあろうかと思いますが、少しね、五日線がついてこれなくなってきているので、まあ、ちょっとね、スピード違反かなという気はしています。ただ、モメンタムは直近高値、ね、四月と。 えっとまあ、4月か、4月2回の直近高値は抜けてきてますから、まあ、これだけ、ね、株価急騰してるなら、もちろんそうなんですが、まあ、非常に強いことは強いので、こういう時はね、そうそう簡単には崩れてこないので、やはり崩れたら崩れたのを確認してから、いった打診の売りを入れると、これ、連日お話をしてますが、まあ、それしかね方法はないんじゃないかなという気がします。ここちちららも、えっと、昨日日見ていただいたただボリンンジャーバンドの、まあ、続きです、ね、こちら現物ですすね現物今日10時を 引いてますがえ0.7%の上昇ですからまあね、3月16日のザラバ安値からとうとう15.68% 4175円ほんまかいな26600円ぐらいでしたからねそうすごいですね2ヶ月で4200円近い上昇ですまあさすがにねあのどっかで、うん、相場は一旦は下がってきますからまあ常識的に考えてこっからねもうなんか3万2000だ3万4000だ4万円だみたいな声も聞こえてきてますがまあ さすがに一旦小休止級は挟まないといけないんでしょうねと、まあ、どこでどれぐらい小級止するのかっていうのがこれから、ね、重要かなという気がしますでもう一つこちらも昨日見ていただいて、まあ、もう21年9月以来のこの、D、プラス DI がね50を超えるなんていうのは本当にそうそう23年に1度しか見か,あの見かけない現象なんですがえ今日上昇したことでさらに上昇プラス DI はなんと58.48ということで、まあ、私もチャートをしっかりと勉強し始めてから からは初めてですねまああの何度もねあの急に上昇して高値をつけるっていうことは年にね34回ありますから、まあ、その度に焼かれるたんびにね DI を見てるんですけどまああのそんな中でもプラス DI に限って言えば21年9月以来なんですけどただね21年9月っていうのは、えっと、523ぐらいで止まってたのでまあ更にね上58。 っていうのはこれ昨日お伝えした通りなんです,なんですけど、いよいよ ADX ですね、これ ADX っていうのは、プラス DI とかマイナス DI の,、まああの強さを表す部分なんですね、これが高くなればなるほどトレンドが出てるということなんですが、この ADX が39に到達するのも、実は21年9月中旬以来と、1年8ヶ月ぶりということなので、まあ、株価にしてもプラス DI にしても、いろんなものが、き今,今日この後出てあ、この次のチャートで出てきますけどね、はい、21年9月の高値も抜けてきました。つまり21 年9月の1年8ヶ月ぶりのまあもうずっと抜けなかったものを今日全部抜いてきたってことなんですね。ADX すら39を超えてきたってことは現時点ではめちゃめちゃ強い上昇トレンドですね。はいでここがまあフィボナッチというよりもですねここですね21年9月と22年3月の高安を結んだまあ2年間にわたるフィボナッチをずっと見てきたわけですがねもう78.6超えたからあの100%戻しも時間の問題なんて言ったら。 こんな1週間で時間の問題っていうか、1週間で到達するとは思いもよりませんでしたが、えっと、この21年9月14日の高値ですね、これザラバ高値です。終わり値じゃないですよ。ザラバの高値が3万795円。ここを0として、一旦下がったものが戻ってきたんですね。で、今日は3万808円ということで、終わり値ベースで見ると、795円を13円。 ま、陰ンとンはいえ13円上回ったんですね。ですから、終値ベースで1年8ヶ月ぶりの高値更新したということになるわけです。はい。えで、ただね、先物はもうこれ、えっと、3万900円を抜けて920円、30円までいったのかなはい。ですから、もう、あの、とっくにこのあたりをね、あの、3万800円とかの水準じゃなくて、もう3万1000円に近いところに今株価がいた。 っていうところ、ナイトに入ってね、というところなので、まあもうこれは完全に抜き去ったという状況になっています。まあもう次のね、あの、高値のところを取りに行くというフェーズに変わってきた。つまりね、このフィボナッチが1年8ヶ月というよりも、えっと、去年の3月からですからね、はい、えっと、1年14ヶ月ぐらいか、まあ、ずっとお世話になってきたこのフィボナッチをとうとう卒業する日が来たと、まあこういうことなんですね。はい。で、先ほどお話ししたそうですね、先物です。えっと、20時54分現在、 で3920円高値が980円まであったんですねはいで920円 んと今ね、22時近辺、まあ、台本作ったのはこの時間なんですけど、まあ、その後収録してるのが22時前で、900円をちょっと割ってきてるぐらいかな。まあでも3900円を挟んで、4050円で行ったり来たりしてるので、まあね、もう完全に抜き去って非常に強い形がまだ継続してるということになります。はい。で、こちら初出しのチャートなんですが、実は今日これ、ボイシーのプレミアムでお話をした、えっと、あるチャートなんですね。で、えっと、プレミアム聞いていただいてる方は、えっと、明日か 明後日週末に実際こののトトレーーーディングビューでチャートの作り方をガイドしますなのでね、本当にもうあの私がこれ今検証し始めたっていうところで、まあ、ボイシーのプレミアムはね、あの週刊少年ジャンプとかマガジンみたいな週刊誌という感じで私は定義づけて、本当に思いついたりいけそうなものをどんどん皆さんにご紹介して、で、しっかりと、 まあ、ある程度いけると思ったら、えっ、ー、と、YouTube のメンバーシップでコミックス的にね、あの、お伝えをしているんですが、まあ、ここを見ていただくとですね、4月の4日、これね、中期の、中期の中でもちょっと短めと長めっていうチャートの戦略になっていて、4月の4日から中期上昇トレンド。 を、えっ、ー、と、提示しているので、まあ、tma とかね、平均足とかでも捉えていたとこなんですけど、まあ、この戦略もしっかりと捉えてくれているということなので、まあね、このあたりの地合をしっかりと掴んでると、まあ、安易に売らずにね、私も安易なコール売りをしなくて済んだかなと。なので、これからはこういった戦略もしっかりと、まあ、相場のね、解説に入れていこうと思っていて、まあ、あのー、 明日、ボイシーのね、明日、明後日、プレミアムでご紹介をしようと思っています。はい。で、もう一つ、NT 倍率ですね。今日はこのマガジンでしか出していなかったえ、このチャートも出しながらちょっとだけお話をしますと、まあもうすごいですね。ここね、バンバンバンと。はい。もうこのね、濃いピンクをぶち抜いてるんですが、えこれも、すごいね、久方ぶり。ただまあ、これはですね、いつぶりかな。 ちょっと待ってね、今チャート見てるんですけど、えっとね、22年、あ昨年ですね、7月の頭から8月中旬に、まあ、1ヶ月半近く、えっとね、夏の暑い盛り、急騰しましたよね、去年もね。 お盆に向けて、はい、この時に NT 倍率が、えっと、このピンクの線をぶち抜いたというところで、それ以来の今このね、ピンクのライン70っていうラインなんですけど、抜けてきました。ということで、これをどう考えるかですね、もうあの NT ショートのタイミングをまた測ってる、もうね、あめちゃめちゃ天井圏ぶち抜いてますからね、というまあフェーズではあるんですけれども、えっと、ここ、特にね、この、えっと、3日間ですね、ボンボンボンと NT 倍率が駆け上がった、えっと、この3日間は明らかにこの NT 倍率を見ても、ね、これだけが要因でではないんですよねやはりあの日経平均主導なのでこれはもう本当に先物主導おとといとかの動画でもお話をしたと思うんですけど日経平均、きょうどね、はい、もうファストリとかあの東京エレクトロンとかソフトバンクグループが日経平均を押し上げていてでね全体の上昇銘柄は700で値下がりが1000なのに、まあ、大きく日経平均が上がってトピックスはそんなに上がってないみたいなだから NT バイリスがこうやってバンバンバンと、まあ、ちょっとねあの直近見たこともない の数字に14.25まで上がってきてるんですが。 ただ、これをどう考えるかなんですね。あの、インデックス修動は間違いないので、そこが、ま、是正されてくると、また14.0から14.1ぐらい、この水準ね、に戻ってくるのか、それとも、14.25、まあ、0.25刻みで私水準調整してるんですけど、まあ、ちょっと前13.75から14.00に水準が変わったんですが、今回14.25、これは日本株が見直されたりしたこともね、あの、影響すると思うんですけど、ここに水準が変わったのがこ、こ のままなんだけど今、指数で日経平均の先物ベースで釣り上げられてるのか、これはもうしばらく来週の動きを見ないと判断つかないんですが、なのでまあ、これちょっとあの日経平均先物で手動で日経平均だけが上がってるから、ここで早めに NT ショートするぞってやると、ここにね、 水準が変わってた場合はえもう一段上に行ってから下がってくるみたいなところで焼かれてしまうので少し慎重になった方がいいと思いますがこのチャートからは下落してきたら NT ショートのチャンスが近づいているということでやはりこの三日間特に水木金の動きはえ少し異常な動きだと言わざるを得ないかなという気はしていますはいでまあねあの異常っていうとまあドル円為替もそれに近いものがありますがえっ、ー、とまあねあのバンドウォークここにきてプラス三シグマ昨日大きく上昇しましたね昨日の 高値で、うんと、どこまであったんだろう。百三十、えー、っと。 8円70銭近辺まで昨日あったんですね。で、そこから今日ちょっと下がって戻して、21時現在は、えっと、39銭、ま百、あ、138円40銭近辺で推移してると。もう138円ミドルなんですね。ちょっと前まで137円いったら、すげえなんと思ってたら、もう138円ミドルです。まあとはいえね、140円台をずっと見てきたので、まあそこまで何か大騒ぎ。まだね、えっと、また、あの、悪い円安とかってテレビで騒ぐみたいな状況にはまだ全然なってませんから、まあさすがにね、 140円後半をずっと経験したので、まだまだ138円じゃんっていうところはありますが、134円からもう4円上がってきてるんですよね。というところで、これが、この動きが継続している限ぎり、日銀のね、上田さんの姿勢で、少し安心感が出てしまっているということも、寄与してるんだと思いますが、ここがどこまで上いくのか、ちょっともう分かりませんけれども、ドル円がね、このまま円安基調である。 以上は日経平均も底堅い、まあ、そう簡単にも3万円を割らなくなってきたっていうねよほど強いヘッドラインがないと、まあ、日経平均の先物の,の、えっと、主導が是正されたぐらいでは一気に3万円割って大きく下がるという動きにはそこまではねいかないかもしれないというのはやっぱりちょっと。 為替が強いなと。で、もう一つ、金利がですね、えっと、今週大きく上昇してきました。まあ、大きくつっても3.4%から3.66なんですけど、まあ、それでも今日、これ21時現在ですけれども、3.663まで、ね、3.5ぐらいでこの辺でレンジかなって言ったところ抜けてきてるんですね。また200日を奪還してきているということで、金利は上昇基調に変わってきています。ただし、期待インフレ率ですね、出てきたいろんな指標、CPI から PPI から、まあ、そのあたりですね、まあ、ここに関して 関してはえっとまあまあ予想通り下がってきているので期待インフレ率自体は動いていないのでそんなに心配することはないと思いますがまあ直近金利が上がってきているということですねはいでまあその割にはねナスダックがすごい強かったりするんですけれどもでもう一つこれももうねずっと狼少年みたいになってきていますがまあね狼少年のようにだからもう問題ないよと思った時にドスンが来るのでやっぱり警戒はしないといけないと思いますがまあスキュはまた138まで一旦ちょっと下がってまた切り 対しててきいるということとうこがですね昨日の終値、ね、16.05なんですが、まあ、さっきご紹介したようにね、えっと、15.98とか16割ってきてるので、まあ、なかなかねあのアメリカのビックスが16割ってくると、まあ、なかなかちょっとしびれる状あの位置に来たなという気はしますが、まあ、何かヘッドラインが出てねもしくは SQ まあでも SQ で崩れなかったのであの今アメリカの SQ 州ですからね、はいまあ、全然崩れなかったということも含めてここから急激にビックスが 上昇するのかと言われるとまあ何とも言えませんが、とはいえスキュートビックスの関係から見てもやはりちょっと楽観が過ぎてきているというところですね。はい、まだあのフィアグリードなんかはそこまで過熱感がないのでまだまだねちょっと心配するところまでは行ってませんが、まあでもやはりちょっと警戒をする場面かなという気はしています。でそんなヘッドラインが今日ブルームバーグで出ていて、また例の えー、バンカメのハートネットさんですね。まあ、この人ずっと下目線の方なんですけど、というところで、米国株は売り、テックと AI でバブルなんだということで、またそういうヘッドラインが出ています。えー、米国株は売りとの見方を、えー、バンコバアメリカのストラテジストマイケル・ハートネット氏が改めて示したと。テクノロジー株と AI 関連株でバブルを生じさせていると同時に、えっ、ー、と、まあ、えー、FRB の利上げは終わっていない可能性があって、再建利回りの上昇がリスクになっていると。まあ、これ直近 少し、ね、金利がじりっと上がってきているというところも、まあ、あの加味してのまたコメントだと思います。で、SP500 は、えっと、4198で終えたが、昨年の株価下落をほぼ正確に予想したマイケルさんね、4200の水準での売りを進めているということですね。まあまあ、このあたりで、まあ、ちょっといっぱいいっぱいだよというところを再びというところなんですが、まあ、とはいえね、今日19日21時24分現在のこれ、SP500 の先物です。 私がねはいあのー、これのデータを買ってませんから、えー、15分遅延してるんですけど、えー、4210ポイントということで何のこっちゃ超えとるやないかいというところなのでまあこれどこまでいくか。 ナスダックはもうプラス3シグマにタッチしてドーンと上がってきてますから、うん、SP500 はそこまでいってないにせよ、まあ、今のところ今日アメリカプレイまだね引き続き強い状況ですから、うん、まあ今日またないとね下手したら日経平均、うん、と3万1000円乗せてしまうかもというところで、うんまあ、ニューヨークね引き続き強いなとここから円安にさらにもし進む展開になれば、まあ、日経平均もね追随しちゃうんじゃないかなというところですね。 はいえー、ここからはオプションの手口を見ていきたいと思います。えー、余談なんですけれども、このエクセル表ね、私もうこれをやり始めてですね、もう3年。 なんですが、で、歴史を刻んでですね、一番低いところから高いところまでね、毎日エクセルの表をこう、ちょっと縮めたりして、こう、ずらして作ってるんですけど、なんと、えっと、私、3 1750の欄までしか作ってないんですよ。で、この3年間、それでやりくりできたんですが、いよいよ上限まで来ております。はい、私がね、エクセルの表を、あと、500円、3万3000円ぐらいまでね、広げないといけないかどうかは、来週の相場次第ということなんで、まあ、どうでもいい情報 ですが、いやあ来るとこまで来たなと今日ね。表を作ってて改めて痛感した次第です。はいで、えっと。まずあの海外勢合算ですけれども。 コールの方は、うんとですね、枚数的には売り買いきっ抗かな。え、今日も3万1000のコールが323枚買われたんですけど、え、下と上を、売りを入れているという形です。ただね、コール3万1000はこれで1262枚。まあ、2日間でですね、えっとまあ、厳密には3日間ですけど、え、1262枚も3万1000のコールが買われてきています。海外税合算ね。つまりこのまま3万1000を超えていきそうな感じもしますが、 一方で3万1500円まではさすがにないんじゃないって感じで、まあ、ここセットであの、まあ、買いの方が多いのでね、ちょっと強めのデビットスプレッドみたいな形で連日入れてきてはいるので、まあ、3万1000を超えて少しオーバーシュートも見ていると、ただ3万1500円よりはさすがに無理じゃないのっていうのが今週の、まあ、海外勢の、えー、ポジションという感じですかね。で、一方で、えプットの方はんとやや売りかな まあでも同じぐらいですかね。はい。ということで、うん、と3万円のプットを221枚、こちらは、えー、昨日売った分をちょっと買い戻しているということで、まあほとんど、まあ,あの体制に変化はありません。つまり3万円のところでコール買いのプット売りですから、少なくとも3万円よりも上なんですけど、3万1000円のコールがかなり入ってきたので、まあ,あの3万1000円よりも上もちょっと意識をしているということですね。3万円よりも上で、上は3万1500円まで、まあ1500円の幅ですけど、 まあもうちょっとこれはえっとこう調整をしてくると思いますが、まあ、少なくともね全然上を見ているというところだけ見ておけばいいんじゃないかなと思います、はい、え次にゴールドマンですがゴールドマン、えっと、金曜日ですが動いてきませんでしたき、まあ、昨日はプッと動いてなかったんですが今日はコールもえプッとも2枚だけですからもうほぼほとんど動いてないに等しいですねということで全然バランスは変わっていません、まあ、ちょっとここの売りをどうしたかによるんですが もう全く開示されてないので分かりません。もう遠い昔のようなの話のような位置ですからね。これ残ってたら大変なことになるんですけど、それなりに決済して、まあこっちにね、ここの売りとここのポジションでってなると、まあ3万500円近辺を見ていると、もしくは3万1000円までの間、今、今ちょうどこのたりうろうろしてますから、まあこの辺で調整をしてきているのかなというところですね。ただこれが残ってると、まあ結構まだこんなところにいられると厳しい展開という状況は変わっていません。 はい、え次にアムロです。アムロは、えー、と枚数的に言うと、コールは、まあ、しっかりと売り越しですね、で、プットは買い越しということで、コール売りのプット買いですから、バランス的にはこれ、デルタマイナス、つまり下方向に調整してきた1日ということで、ただこれ、もう見ていただいたらね、合算で見ると、2万9750よりも上は、まあ、ほとんど赤、つまりコール売りなんですね。はい、ということで、まあ、結構下を見ています、さらにプットで見ても、3万750からプット買いをね、そうです、ね。 1,300枚ぐらいかな入っているということですから、まあ、今3万1,000に迫ろうかとしている株価状況ですのでこれアモラ今結構厳しい状況ですね、はいまあ、コール2万9500円で1,128枚買い越しているのでここの利益が、ね、あるので、まあ、それでもここの売りがです、ね、400と300700の1,600枚ぐらい。 ね、こ,ここの 3, 3つの格差だけで1600枚、これも入れると1900枚ぐらいの売りがあるので、まあね、この下の1600枚ぐらいの買い入れはちょっと足りないという感じで、さらにここだけで800枚ぐらいの売り越しですから、今ね、3万1000円ぐらいまで上がってると、プット買いも全部これ、厳しい、ね、あの状況になってきているので、まあ、なかなか苦しい展開かなと、バランス的には、えー、3万円よりも下、まあね、3万250よりも下ぐらいになってほしいと。ただ下は は、二万九千五百ぐらいまで、まあ、そういう形の今ね、バランスじゃないかなと思います。はい、え最後は先物ですえ。今日の日経平均は、プラスの零点七・七パーセント、トピックスがプラスの零点一・八パーセントでした。けれども、ラージプラスミニの日経平均型先物、三千七百八十五枚と、しっかりと買い越し。さらに、トピックスの先物も、一千三百三十枚の買い越し。ですから、合算して五千百十五枚。まあ、今日はね、零点七・七パーセントの日経平均上昇でしたが。で トピックスに至っては0.18とね、0.2%にも満たない上昇率だったんですけれども、海外税先物という形で見れば、しっかりと買い越しという形ですね。まあこれ、えっと、6月切りだけですけれども、9月切りと12月切りを合算しても、今ね、9月と12月がほとんど買い取りが、うんと同じぐらいなんですね、うん。なので、えっと、6、9、12全体で見たら、 まあ、あの、6月のこのポジションを見ていても大きな間違いはないので、そうするとやっぱり海外勢ね、6週連続買い越しというところにも当てはまるように強い上昇のまま、特に、えっと、米国系ね、アメリカ系のところが、ま、しっかりと買い持ちをしている状況で、まだ全然ね、これ、えっと、売り点してきてませんから、ま、そういう意味ではまだまだね、崩れないのかな、先物だけで語るとね、ま、そういう状況かなということと、まあ、あと個別で見ると、ま、そんなに大きな 気になるところはないんですけど、今日ちょっと気になるのはアムロですね。今日株価上がってるのに先物まあ、3日連続これ3日連続株価上がってるんですけど、今日ね。200数十円高。 の中で3000枚。普段ならね、これ3000枚、4000枚売ってきてもいいんですけど、まあ、ほぼほぼ残高がフラットだったっていうのはあれど、しっかりとね、上昇の日にもこれ、先物買ってきてるっていうのが、まあ、少し注意をしたいなと。つまり、全体としてはやっぱり、先物だけで見てもね、少しまだ上への力が、海外勢としては継続してるのかなという感じで見ています。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあ、7日連続ね、あのー、 上昇ということなので、まあ、天気予報もずっと同じですがえよく見ていただくと雲がちょっと大きくなっております。はいまあ、あのチャートはもうしっかりと、ね、中期 長期短期短全部上昇ですからしっかりとチャートについていくという部分ではこれは崩れるまで上を追わないといけないんですがさすがに今日ねちょっと上髭、まあ、あの十字陰線をつけたりとかさまざ、あ、まな指標,指標でねまあ一旦アップアップなので、まあ、崩れてきてもおかしくないかなとまあ一旦少ししゃがまないとまたねここから一本上しで上がるにはさすがに厳しいかなという位置でもあるので雲を出しています、えー、下がってきたらすぐにロングは利確して下についていくっていうこの切り替わりの速さが これからは求められるとまあそんな感じで相場を見ていますはいということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネルを応援してもいいよという方はぜひチャンネル登録とあとグッドボタンをねポチッとよろしくお願いいたしますまた動画の概要欄にはボイシーとかツイッター紹介のねリンクありますぜひこちらもフォローしていただいてまあ、情報をね取っていただければなぁなんて思っていますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね